こいい。ちょっと歩き方がやっぱ入ってくるね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。と日向坂46の上村ひなのです。よろしくお願いします。お願いします。ではどうぞ。どうぞ。失礼します。面接みたい。ね、なんか変な感じ。なんですかね、うん、不思議な空気ですね。そうだよね、ね、私わかる。上村ひなのさん、現在中学3年生、グループ最年少の15歳です。去年応募者およそ13万人というアイドルグループとしては異例の大規模となった坂道合同オーディションに挑戦。倍率3400倍の狭き門を突破して憧れのアイドルに。合格者がそれぞれのグループに振り分けられる中、たった一人ひらがなけやきに加入しました。グループでは先輩たちから愛される妹のような存在。加入から1年も経たずにソロ曲を任された期待のスーパールーキーです。まず最初にアイドルになる前は何をしていましたか？はい、うん、アイドルをする前は、うん、アイドルが好きで昔からハマったゲームもアイドルのものだったり、うん、アニメとかもアイドルのものがちっちゃい頃から好きで、うん、アイドルさんも好きで、うん、それでこう来て乃木坂さんにたどり着いて、うん、欅坂さんにたどり着いて、ひらがな欅にたどり着いて、この坂道グループが好きになった感じです、うん、なるほど。ライブとかそういうイベントとか行ったことある？あ、全部握手会行ったことあって、3グループ全部、はい、そうだったの？はい、そうなんですよ。あの全国握手会で2期生さんたちの半分の記憶とか見てて、すごい今近くで見られてめちゃくちゃ感動してます。嬉しいね。嬉しいね。すごい、その中からいたんだ ね、 ね、やっぱりファンの方からね、オーディションやっぱ受けてる方いっぱいいる。嬉しい。嬉しい。このアイドルに心動かされたよっていう経験とかある？すごくあって、うん、なんだろう、悲しい時に楽曲で寄り添ってもらったりだとか、楽しい時とかも音楽聴くじゃないですか、うん、それですごい楽しい曲聴いて気分が上がったりとか、そういう些細なこともすごい心動かされてるなって感じたことの一つなんですけど、感動することが多くて、うん、自分の心に直接触れてくる感じがすごいなと思って、はい、魅力だなって思います。ずっと気になってたんだけど、はい、初めて、ま、1期生2期生に会った時どう思った？正直すっごくあのファンだったので、あのテレビで見てた方々が目の前にいると思ってすごくテンションが上がってました。なんか初めて会った時にちょうどそのドッキリを仕掛けた時だったんだけど、それでもそう思った。憧れの先輩メンバーと初めて会った時の映像がこちら。まず自己紹介してください。東京都出身、中学2年生14歳の上村ひなのです。これから精一杯頑張ります。よろしくお願いします。すると些細な言い争いから先輩メンバーたちの喧嘩が勃発というドッキリが。上村さんのアイドル人生はこんな形でスタートしました。
なんか実はもうドッキリの内容も入ってこないぐらい好きだったグループのメンバーさんがすごいこの円を描いてここにいて、これは現実か非現実かって感じで、なんだ夢なんじゃないかなってぐらいすごく嬉しかったです。ドッキリの内容も内容だったけどね、うん、そうそうそう。でまさか一人だと思わなかったからね、どう思うかなってちょっとこっちは心配だったから、そう設定言ってもらえてちょっと嬉しいかも。よかったです。そうよかった本当に。でもひなのは3期生としては一人の加入だったけど、そこに対しては自分どう感じてますか？最初はもちろん同期いなくてすごい寂しくて、もうなんで私は一人なんだろうとか、悩んだ時も本当に最初の頃は思ってて、でも今はもう一人で入ってきたから、なんかこうやって先輩方にもいっぱいお話できてるんだろうなとも思いますし、本当に私はもう今はもう一人でよかったなって思ってます。一人しかいないからこそ感じる、なんだろう、そういうのとかあるのかな。一期生さん二期生さんとか、その何期生かごとに固まる時ってあるじゃないですか、そういう時に何だろう、2期生さんのそのところに入れていただいたりとか、1期生さんのところに入れていただいたりとか、1人だからこそそういうことができて、そこで何だろう、先輩方のこともよく知ることができて、本当にこうやって溶け込めていけたのは、いろんな偶然が積み重なって、今はもう何だろう、それが何だろう、こうなるべきだったんだろうなって思うっていうか、あんまり先輩後輩っていう存在と関わったことがなかったんですよ今まで。だからこそすごくアイドルになるってことで心配だったんですけど、自分のもう、想像していた先輩なより全然もうお優しくて本当に安心しました。ありがとうございます。本当に自分の中で一番欠点みたいなところはありますか？はい、私の欠点はすぐ諦めてしまうことです。どんな時に思うの？私はなんか悩むとすぐ泣いちゃうんですよ、よく泣くんですけど、本当にもう本当にもうご迷惑をおかけするぐらいすごいよく泣いて、悩んだ時はその涙で解決しちゃいます。もう私ダメだと思うとなんかもうダメっていう方向に行っちゃって、すごくネガティブに考えてしまうんですよ、そのせいでできないこととかも絶対あると思いますし、ネガティブなところを直してポジティブな方が絶対人生も楽しいですし、日向坂ってすごいハッピーなグループですし、なんかもっとそのハッピー度を高めていくためにももっとポジティブに明るくならなきゃなってすごく思います。なんかこれまでの仕事の中でこう一番思い出深い出来事とかある？まだ1年しか経ってないと思うんだけど、その中で思い出深い、やっぱりあの埼玉スーパーアリーナのワンマンライブがすごく思い出深いと言いますか、とても心に残っていて、加入からまだ1年も経っていない上村さん、これまでのライブでは自身が加入する前の楽曲には参加できずにいました。しかし今年9月、埼玉スーパーアリーナでのワンマンライブからよりたくさんの楽曲に参加することに。新しい曲を振り入れるのはちょっと不安だったんですけど、でもいつかはやらないと成長できないことだと思うので、
挑戦してちゃんと成功させたいなって思ってます。それでも覚えなければならない要素が山積みで苦悩する日々、何度もつまずき心は折れかけていました。そんな中、手を差し伸べてくれたのは小坂さんたちでした。頑張ったよ、こんな短時間でね。なんかとにかくわからないところが多すぎて、いっぱいの、練習しないと。立ち位置覚えて、はい、ダンス覚えて。先輩に支えられ、過密スケジュールの中でも必死に食らいつき本番を迎えました。埼玉スーパーアリーナのライブから、ノーウォーインザフューチャーとかジョイフルラブとか約束の卵とかに参加させていただいて、すごくもう絶対もう練習期間はできない、絶対私にはできないって思ってたんですけど、なんとかその曲数も増えた中でライブを完走することができて、少し自信がついて、ちょっとやっぱり成長できたんじゃないかなって思ってます。ソロ曲をもらったと思うんだけど、その時ひなののソロ曲が収録されますって聞いた時はどう思った？なんか意外とさらっと言われたんですよ、マネージャーさんに。ソロ曲あるよみたいな感じでさらっと言われたので、なんかあんまりその聞いた瞬間はそんなに重いことだと受け止めてなくて、すごくありがたいことだなっていうのを思ったので、大切にこれからも歌っていけたらいいなってすごく思います。日向坂に変わってから初めてだもんね、一人目だから。その曲としては、すごいなんか頼もしいというか、期待できるというか、変にプレッシャーかける意味じゃないんだけど、一人だからこそこうなんかすごい輝いてる部分があって、あの曲がめっちゃ好きなんだよね。そう、めっちゃ好きな、あの、ね、ミュージックビデオが好き。ありがとうございます。すごい、ひなののそのひなのワールドがいっぱいあるから、それがなんか強みなのかもしれない。頑張ります。そのアイドルをしてる自分は、自分自身がそのアイドルに向いてるとか思ったりする？私はアイドルに向いてないです。向いてない。向いてない。すごい即答だった。向いてないです。なんかもともと受ける前からずっと向いてないと思ってたんですよ。でも向いてないの悪いことじゃないなってすごい思ってて、向いてないからこそなんだろう、新しいアイドルになれるんじゃないかなって思ってアイドルのオーディションを受けたので、向いてないんですけど、それを向いてないのも個性じゃないかなみたいな、そういうふうに思っちゃうんですけど。逆に向いてないなって思う瞬間ってある？ダンスもそんなに得意じゃなくて、歌もそんなに得意じゃなくて、でもそれ本当にネガティブな意味じゃなくて、すごくポジティブな意味で、向いてないからこそのなんか自分の在り方みたいなのが出せていけたら面白いっていうか、楽しいなってすごく思います。すごいやっぱ個性を持ってるからこそ、すごい番組とかでもいろいろすごいなって思うこともいくつかあって、すごいなって思う。ありがとうございます。だよね、私たちも最初の頃もどうしようって、最初の頃本当にどうしたらいいか分かんなくて、あわあわしてたけど、すごいそれを全然見せないから、ね、どっしりとしてみたよ、すごいな、迷います、迷う、悩みます、すごく。でもそれがいい感じにね、その変化球というか、キャラになってますか？よかったです。それがすごい面白さに変わってるから、すごいいいなって思うけど、そうだよね、ひなのらしさみたいなのが出てきていいなって思います。早い。
どうしようか。どうする？金村さんどうしますか？最後ですけど。じゃあ日向坂46の一番好きなところはどこですか？はい。存在です。なぜかというと、すごく特殊じゃないですか。あんまりメンバーっていう存在って、またそれもアイドルだからこそあることだと思うので、その存在があることって特殊であり、私たちの今の当たり前であり、なんだろう、すごく大切なものだと思うので、その温かい居場所って感じがして、そういう感じがすごい好きです、どんなグループになってくれたら嬉しいとかある？このもっと、たくさんの方に愛されるようなグループになってくれたらいいと思います。では金村さん、はい、ありがとうございました。失礼します。バイバイ。バイバイ。またね。やっぱ帰りもそうなんだ、そうだね。やっぱひなの帰り道の感じがあるね。やっぱひなのだったね、